さあ審判団戻りまして、まもなく後半戦再開となります。前半戦を終えた段階でトライアクシスレイサーズが41点、クラブベアーズ0点ということで、その差大きく開いた状態で前半戦を終えております。先ほど場内アナウンスではありましたが、このジュニアトーナメントは選手の安全面を考慮しまして、第3クォーターが終了した段階でその得点差が35点以上だった場合はそこで試合終了というコールドゲームの措置が取られます。クラブベアーズとしては何とかしてこの状況を打開するべく、この第3クォーター中に得点を挙げなければなりません。しかしそれはジェイスターズも許すまじと、先ほどその他を締めるかのような素晴らしい感じエンジンを組んでおりました。さあ第3クォーターどのような展開で後半戦幕開けとなるでしょうか。まもなく試合再開となります。後半戦はジェイスターズのキックオフで再開という形になります。ジェイスターズのキックオフキッカーは15番の千賀。ただいまより後半戦を開始いたします。トライアクシスジェイスターズグリーンのユニフォーム、キッカー15番どのような判定となるでしょうか。キックオフのボールはフリーボールとなりまして、どちらのチームも抑えることができます。ベアーズの選手がボールがサイドラインを出るかと思いまして待機しておりましたが、このキックオフボール外へ出るかと思われましたが、ボールが止まりましたので、この場で抑え交代です。この位置からベアーズの方をやっている形になります。1ヤード地点よりファーストダウン、戦が素晴らしいキックオフでした。これによりましてベアーズは非常に厳しい状況からの攻撃と変わりました。自陣1ヤードからクラブベアーズファースター、ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生しています。ここでファールマーカー、何か反則が発生した模様。アメリカンフットボールでは反則が発生しますと審判台よりファールマーカーが投じられます。グレーオブゲームクラブベアーズ、ゴールまでの半分の距離をバッターへ、ダウンはファーストダウン。オフェンスの反則です。ディレイオブザーゲーム、クラブベアーズ制限時間内にプレーを始められませんでした。アメリカフットボール攻撃には制限時間があります。この時間内に始められませんと5ヤードバッターです。しかし残り距離が1ヤードですので、その半分の距離の罰則という形になりました。クラブベアーズファーストダウン11、ベアーズ中央プレーを行いましたが、エンドゾーン内でトライアクシスの選手にタックル。この場合セーフティーとなりまして、トライアクシスジェイスターズに2点が加算されます。さらにクラブベアーズ自陣20ヤードからキット、トライアクシスジェイスターズに2点が追加となります。視聴者のためのタイムアウトを取ります。セーフティーはエンドゾーン内で攻撃チームが倒されてしまうプレーを指します。この場合は自殺戦という形になりまして、相手チームに2点が入ります。この結果ジェイスターズに2点入りまして、トライアクシスジェイスターズ43点となりました。そしてセーフティーの場合は自殺点という形になりますので、相手方に得点が献上された格好で、トライアクシスジェイスターズ側に2点が加算され、タラムの得点はトライアクシスジェイスターズ解釈としてはマイナクス2点を得点したという形を理解していただければ分かりやすくなると思います。クラブベアーズ自陣20ヤードからキックオフ、セーフティーを献上しましたベアーズのキックオフ、ボールは自陣20ヤードの位置にセットされております。
さあこれをスクイズキック、リターンができたようにゴロのキックにしました。しかし返しました鈴木さん。さあ前が出る、そのまま一気にいった、タッチダウン。クラブエアーズキッカー87番、あえて2ターンができないように転がしてキックをしました。リターンが7番キャプテン堀選手がキャッチ、しかしそれを55ヤード待っていたかのようにタッチダウン。シスターズ7番が一気に快走、左サイドサイドラインを駆け上がりまして一気にエンドゾーンを押し入れましてタッチダウン。トライホポイント、シスターズ6点獲得、そしてトライホポイント。タッチアの後のワンプレーをキックフォーメーションを取りました。キック成功、さらに1点を追加、トライアップスジェイサーズ50点、クラブペアズ0点となりました。リターナー7番堀選手のリターンタッチダウンで6点、その後キッカー15番千賀選手のプレーホポイント、キックも決まりまして、さらに1点を追加。後半最初の得点を挙げたのはトライアップスジェイサーズ50点、クラブアーズ0点です。さらに得点を広げる形で得点を挙げました。トライアップスジェイサーズのキックオ、さあその差広がりましたが、ベアーズなんとかここで意地を見せてほしいところです。再びジェイスターズのキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーは同じく千賀が務めます。ベアーズリターンに入った82番、さあ一人タックルを交わしましたが、ギリン25ヤード付近からの攻撃となります。トライアップスジェイスターズのキックオフで試合再開、寺崎です。トライアップスジェイスターズキッカー15番千賀選手のキックオフボールをクラブエアーズ82番リターナー寺崎選手がキャッチ、10ヤードのリターン、ギリン24ヤードよりファーストダウン。クラブベアーズ自陣24ヤードからファーストダウン10。パス不成功、クォーターバックハンドオフェイから右にブース、そこからワイドレシーバー82番にパスを投じようとしましたが、プレッシャーからコントロールを定められず、パス成功に終わりました。まで残り10ヤード。攻撃権1つ失いまして、セカンドダウンに変わります。クラブベアーズ、セカンドダウン10。ボールオンは自陣24ヤード。さあ今度は左へ行きます。クラブエアーズクォーターバック6番新谷選手より回転数2番川野選手のパスが成功。しかしこれもジェイスターズディフェンスの対応力のオーゲイン。サードに変えます。ディフェンスバックパスを通したクォーターバック6番は過ぎた。ゲインはほとんどありません。ワイドレシーバー2番はタイトエンドロー6のカードです。クラブエアーズサードダウンファーストダウンまで残り10ヤード。クラブエアーズサードダウン10。ボールオンは自陣24ヤード。パス成功。
さて行こう。クラブエアーズ、クォーターバック6番、杉谷選手より、これをキャッチ、85番、キャッチアンドラン、タイトエンド85番、西井選手のパスが成功、トライアンドプレー、7ヤードのゲイン、パスを投じました、クォーターバック、しかし、ファーストに至っておりません、取りました、クラブエアーズ、ラストダウン、85番は西井、ともに AG50 オーバー、素晴らしい、しかし、熟練選手がここです、一つ大きなプレーを決めています。クラブベアーズフォースダウンスリーパントフォーメーションを選択します。さあこれもリターンに入ります。しかしこれはベアーズカバーしています。ここで攻守交代、クラブベアーズラストダウン、パント攻撃になりまして、攻撃権放出、トライアップしまして、その距離を大きく落としました。ハーフウェア付近で攻守交代となります。5ヤードリターンです。ただいまのキックをブロックいたしましたのはトライアクスジェイスターズ10番久保田選手。このパントをブロックしましたのは大久保選手です。10番の大久保でした。攻守変わりまして、攻守が入れ替わりましてトライアクスジェイスターズ49ヤードからファーストアンテ、さあランプレーから入ります。トライアクティジェイスターズランニングバック47番、オフタックルをつきまして約7ヤードのゲーム、43番、多田選手の右オフタックル付近のランプレー、これにより7ヤードのゲーム獲得しています。トライアクティジェイスターズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り3ヤード、トライアクティジェイスターズ相手陣42ヤードからセカンドダウン3、ベアーズナイスディフェンス、ランニングバック14番のトライアクティスジェイスターズランニングバック14番ジェイスターズは選択しましたが、谷岡選手の左オープンプレー約1ヤードのゲイン、現1ヤードに留めています。託されましたキャリアの14番は谷岡、サーバーンファーサーまで残り2ヤード、苦しましたのは66番の斉藤でした。トライアクスレイサーズ相手陣41ヤードからサーダウン2、さあ今度は突破しました、トライアクスレイサーズファーサー、トライアクスレイサーズランニングバック14番、先ほどパスされました14番の谷岡、今度は見事に対応まして攻撃方針です。トライアクスレイサーズファーサー、敵陣26ヤードよりファーサー、これによりジェイスターズ相手陣26ヤードからの攻撃に変わります。トライアクシスジェイスターズファースター、レシーバー10番ディフェンスを振り切っておりましたが、わずかにオーバーフロー、パス不成功となりましてセカンドダウンに変わります。ジェスターズ相手陣26ヤードからセカンドダウンタイム、ボールオンは相手陣26ヤードトライアクスジェイスターズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り10ヤード、パス成功、ファーストダウンを獲得、10番にピッチパス、そのまま立ち上がって手前にいたまま短いパスを投じました。このパスを10番キャッチアンドランし、一気にブロッカー生かして攻撃権更新です。ワイドレシーバー10番大久保選手のパス成功、20ヤードのゲイン、更新を渡しましたジェイスターズ、10番は大久保、ファーストダウン、タッチダウンまで残り6ヤード、さあこれでジェイスターズは相手陣6ヤードからのファーストダウン2ゴールに入ります。
complete. パス不成功。この状況をパスにより一気にタッチダウンを狙いました。クラブベアーズ。ジェイサーズ。しかしクラブベアーズ10番見事にパスカットしましてプレーを阻止しています。ダウン一つ進み、攻撃回数を一つ失ったジェイサーズ。セカンドダウンに変わります。見事なパスカットしましたがジェイサーズ10番の酒井でした。トライアーティッシュジェイサーズ相手陣6ヤードからセカンドダウン2ゴー。タッチダウン。トライアーティッシュジェイサーズランジバー23番今度はジェイサーズランプレーを選択しました。ランナー君23番ハンドオフを受けまして左オープンを展開、相手ディフェンスをまくりそのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。トライアクスジェイサーズ6点獲得。トライアクスジェイサーズトライ4ポイント、そしてトライ4ポイント、これをキッカーの15番の千賀が務めます。キック成功、1点追加。トライアクシスレイサーズ57点、さらに1点を追加、連敗となりました。見事タッチダウンランを上げましたのはトライアクシスレイサーズ23番の脇。今年度のグリーンボールジュニアトーナメントにおきまして得失点差が35点以上、第3クォーターを終了した時点でついた場合コールドゲームとなります。お聞きいただきましたように、35点以上の差がついた段階で第3クォーター終わりますとここの時点で試合終了となります。第3クォーターが終了した時点で残り4分29秒で果たせることができるでしょうか。場合は第3クォーター終了時点でゲームオーバーとなります。ご了承ください。ジェイスターズのキックオフで試合再開。トライアクシスジェイスターズキッカー15番千賀選手のキックオフ。荒木様コメントありがとうございます。先ほど場内アナウンスもありましたが、ジュニアトーナメントはコードゲームが設定されております。今季は設定されております。クラブエアーズリターナー7番シンタ選手がキャッチ15ヤードのリターン。第3クォーターを終えた段階でその得点差が35点以上だった場合はここの時点でコールド成立となります。現時点その得点差57点、クラブエアーズはこれを詰めることができるでしょうか。残り時間は4分31秒となっています。クラブベアーズ自陣30ヤードからファーストダウン10。中央グラブで展開しようとしました。しかしこれをジェイサーズ42番が見事に対応しまして約4ヤードロスを奪っています。21番ラインバッカー湯浅選手がタックル5ヤードのロス、失礼いたしました4ヤードのロス。クラブベアーズセカンドダウンファーストダウンまで残り14ヤード。クラブベアーズセカンドダウン14、ボールオンは次元26ヤード。パス成功。クォーターバック3番タイトルの85番にパスを通し3ヤードゲインとしています。ボールキャッチ2ヤードのゲイン。しましたクォーターバック3番を取りました。ワイルドタイトルエンド85番は西江です。先ほどのプレー3ヤードのゲインです。状況打開戦とプレーを継続しています。新たなファースターまで残り11ヤード。29ヤードからクラブベアーズサーラン11。インターセプト
そこでベアーズクォーターバック3番ロングパスにより状況打開を図りました。しかしそれを取りましたがジェイスターズ25番インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー見事インターセプトしましたのはジェイスターズ25番の池田。ディフェンスバック宮田選手がインターセプト攻守交代。攻守が入れ替わりましてトライアップジェイスターズ自陣48ヤードよりファーストダウン。ジェイスターズ攻撃を得まして自陣48ヤードからファーストダウン10。ジェイスターズ14番谷内選手約4ヤードのゲインです。キャリア14番は谷内ゲインプロ野球ジェイスターズセカンドダウンファーストダウンまで残り6ヤードジェイスターズ相手陣48ヤードからセカンドダウン6。インサイド10、5、タッチダウン。トライアクシスでした。ワイドのキーパー10番ここで中央付近へパス、それを取りました10番。そのまま一気に中央付近独走、一気にエンドゾーンに駆け上がりました。タッチダウン6点を追加、ゼスターズ6点獲得です。見事なタッチダウンパスを通りました。クォーターバックロファンは上でし取りました。ワイドのキーパー10番は大久保でした。ジェスターズトライ4ポイント。キック成功、1点追加、さらに1点を追加。トライアクシスジェスターズ64点、トライアクシスジェスターズ63点、クラブエアーズ0点です。失礼しました、得点を訂正します。ジェスターズ63点です。ジュニアトーナメントに限りまして今年度より第3クォーターが終了した時点で得失点差が35点以上あった場合コールドゲームとなります。ただいま得点を挙げました。トライアクシスジェイスターズのキックオフで試合再開となります。第3クォーター残り時間は2分3秒となっています。さあリターンに入ったしかしジェイスターズインが殺到します。ジェイスターズキッカー15番千賀選手のキックオフリターナー7番自陣26ヤード地点でボールデッドとなりました。クラブベアーズ7番スイーダ選手10ヤードのリターン自陣26ヤードよりファーストダウン。クラブベアーズ自陣26ヤードからファーストダウンテ。パス成功。まずクラブベアーズクォーターバック3番吉田選手よりクラブベアーズクォーターバックはワイドレシーバー2番のフレアパスで打開を図りましたが1ヤードのゲイン。チームタイムアウト。トライアクシス後半1回目。ここでトライアクシスジェイスターズが後半1回目のタイムアウトを取ります。あえてこの1分43秒でさらなる得点を狙おうというところでしょうか。なお先ほどのプレーでキャッチをしましたのはトライアクシスジェイスターズクラブベアーズ2番のタイムアウトの取り方でした。アメリカンフットボールでは前半後半を通じ前半後半それぞれ3回ずつのチームタイムアウトを要求することができます。トライアクシスジェイスターズ後半1回目のタイムアウト。
得点板の修正をしてください。3クォーターは22ではなく23です。得点の訂正があります。先ほどスコアボードに合わせましたが、正式な得点はトライアックスジェスターズ64点、クラブベアーズ0点と修正されました。クラブベアーズ0点です。クラブベアーズギリン27ヤードからセカンドダウン9。パス成功。さあ行きます。ナイスキャッチ。パス成功。クォーターバック3番、今度はワイドレシーバー82番にパス。見事シュートをついた82番、これをキャッチしまして、タックル受けながら攻撃が更新です。クラブベアーズファーサー鮮やかなパスを投じました。クォーターバック3番は吉田、これをヒットを受けながら見事キャッチしましたのは82番の寺崎でした。これによりクラブベアーズ自陣49ヤードに迫りましてのファーストアンテン。さあ一矢報いることができるでしょうか。クラブベアーズさあランプレーに入ります。クラブベアーズランプレーにはアンドを受けて右オフタックルをつきました。右オープンプレー、ゲインは1ヤード。ここでホイッスル、しかし1ヤードのゲイン。チームタイムアウト、トライアックス後半2回目。ここでトライアックスジェイスターズ後半2回目のチームアウトの要求です。ただいまでの得点、トライアックスジェイスターズ64点、クラブベアーズ0点。グリーンボールジュニアトーナメント今年度の規定によりまして、第3クォーターが終了した時点で得失点差が35点以上空いた場合、その時点で試合終了となります。お聞きいただきましたように35点以上の差がありますとそこで試合終了となります。さあその第3クォーターも残り時間1分を切りました。残り時間54秒となっています。試合再開です。クラブベアーズハーフウェイからセカンドダウン9。パス成功。クォーターバック3番プレッシャー受けつつワイドレシーバー13番にパス、サードダウン。しかしカバー厚くパス不成功となっています。攻撃回数1つ失ってサードダウンに変わります。クラブベアーズハーフウェイからサードダウン9。ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生しています。ディレイオブゲームクラブベアーズ5ヤードのペナルティー、ダウンはサードダウン、オフェンスの反則です。ディレイオブゲーム、クラブベアーズ側にディレイオブゲーム、制限時間内にプレーを始められませんでした。5ヤードバッタリとなりまして、サードダウンやり直しです。ダウンはそのままサードダウン、従いましてクラブベアーズ新たなファーストダウンでは残り14ヤード、サードダウン14の状況で挑みます。クラブベアーズサーダパス成功。パス成功。ここでクォーターバック3番右に流れて中央へのパス、見事キャッチしました。クラブベアーズ85番タイトルの85番です。しかしまだ攻撃変更しには至っておりません。フォースダウンと変わります。後半3回目、さあそれをジェイスターズここでタイムアウト取りまして止めます。
ここでトライアーツステイスターズ本日3回目ラストタイムアウトの要求で3の状況に持っていきました。クラブエアーズ決めましたのはあなたのファースターまでは残り3ヤード第3クォーター終了まで残り35秒です。この状況でさらにジェスターズは得点を狙わんとタイムアウトを全てを使いまして時計を止めています。クラブベアーズラストダウン、ファーストダウンまで残り3ヤード、クラブベアーズフォースダウン3プレー選択します。フォースダウンギャンブル、パス不成功、コプリンコースコータイム、これをロングパスによって一気に8シャムを狙わんとしました。しかしそのパスコントロールまずパス成功です。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代になります。プレビアスポットより攻撃変化ありまして、ジェイスターズのファーストダウン、ライアップシス、ジェイスターズの攻撃と変わりました。さあその第3クォーター残り時間29秒、ジェイスターズファーストダウン10、ボールオンは自陣29ヤード、パス不成功、パスインコンプリート、ここでまず中央付近へのパスを選択しました。クォーターバック6番、ターゲットは10番でしたがこのパスタイミング合わず、パス不成功、攻撃回数1つ失いセカンドダウンと変わります。21秒、ただいまでの得点はトライアクシスジェイスターズ64点、クラブエアーズ0点です。ジェイスターズセカンドダウン10、ボールオン自陣失礼しました44ヤードに訂正します。自陣44ヤードからセカンドダウン10、さあパスは通っている、さらにタックルかわしている、ナイスファーストダウン、ファーストダウン、トライアクシスジェイスターズクォーターバック6番、バイオシーは10番、キャッチアンランで一気に大きく前進しまして攻撃権更新です。ジェイスターズファーストダウン、しかしチェーンがセットされると時計は回ります。さあファーストダウンになりましての、ここでホイッスル、はい、オンエアルールにより第3クォーターで試合終了となります。ここで第3クォーターが終了となりました。この時点で得点差が35点以上ありますので、ここで試合終了です。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ2023ウィンボールジュニアトーナメント、トライアクシスジェイスターズ64点、クラブベアーズ0点で、トライアクシスジェイスターズの勝利となりまして、ご覧いただきましたようにジェイスターズ上位進出となりました。64対0で第3クォーターコールドゲームとなり、トライアクシスジェイスターズが勝利いたしました。なお本日勝ちましたトライアクシスジェイスターズは来る5月28日王子スタジアムより14時から試合が組まれております。一方敗者クラウデアーズは、クラウデアーズ見事に戦いをやりに来ました。6月25日日曜日、ここ NK 力は圧倒される中、しかし果敢に挑む姿は素晴らしいものがありました。ナイスファイトでした。激戦を戦い抜いた両チームに今一度大きな拍手をお願いいたします。そしてそのクラブエアーズを制しましたトライアクシスジェイスターズはさらに上に進出しまして優勝を目指します。ナイスゲームでした。両チーム春のシーズン、そしてそれぞれの新戦力、そして既存の戦力の見直し状況のある中、素晴らしい戦いを演じていただきました。第1試合コートゲームになりまして、第3クォーターで試合が終了いたしましたが、第2試合のかつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。
導いたのは無論だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この餓死に昇誕の時期を強いられました彼らは、今開花開口の春を謳歌しております。その果てに続きます頂にたどり着くのは果たしてどのような強者となるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日の配信を終わらせていただき、本日この試合の配信を終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。サイトを変えまして、この後に続きます残り2試合も配信させていただきます。本日の配信は各チームの要請によりまして、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実施しております。その配信を実施しておりますのは私道楽屋理事です。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。